ガレー戦時代の海戦戦術。ガレー戦時代の海戦戦術。ガレー戦時代の海戦戦術。A. ネーバルタクティックスインザエイジオブギャリーズは、古代から、ガレー戦が小船に置き換わった時期1600年代初期までの間の海戦の戦である。古代から、中世の16世紀まで、海戦の武器は次のようなものだった。ギリシア火薬については、 液体状の消費剤とも伝えられるが、その詳細は明らかでない。また、中世東ローマ帝国では、火薬の使い方も知られていたと考えられている。14世紀に火砲が導入された後も、これらの非道具の威力は貧弱であり、海戦はすべて接近戦が主体であった。接近戦は、昇格を使って船をぶつけること、昇格戦術と、 敵船に乗り移ること、異常攻撃により戦われた。ただし、昇格戦術はオールで濃いで進む船でのみ可能で、小船はよほど追い風を受けてなければ、ぶつけることができなかった。京風では、効果は少なく、風下からなど望むべくもなかった。艦隊は接近船に頼るため、戦闘用の船には二つの条件が要求された。古代から中世にかけては、 三段回線や他の軍船にも帆が存在した。これは通常の移動において重労働である小切手の労力を軽減し戦闘時の力を蓄えておくためである。帆は戦闘中には巻き上げられており安全な港が近くにある時は戦闘前に取り外されることもあった。蒸気の条件は紀元前5世紀のアテナイ提督ホルミオンにも10世紀の ノルウェーンをオーラブ一世にも、また1571年のレパントの海戦における、新生同盟、オスマン帝国領軍指揮官の場合にも、同様に当てはまった。それぞれのオールトホの使う割合が多少違うだけである。地中海の外では、古代のフェニキア人やギリシア人、ローマ人らの操った船の系譜を引く長さ120フィート幅20フィートの、細長径で、 軽いガレ船での航海は難しかった。しかし、バイキング時代に進歩を遂げた、ノルウェーのような、スカンジナビアの船の潜伏は、船長の3分の1であり、荒海を乗り切れたばかりでなく、軽くて気水が浅いために漕ぐのも、容易なら、海岸に乗り上げるのも、容易だった。中世の船の中には、かなりの大きさのものがあるが、これらは例外であり、多くは、動きが鈍く、 軍船というよりも輸送船であった。軍船は中規模の大きさで、乗員も多い場合、長期の航海に着いたり、文字通りの意味で、海上封鎖に使うことは、古代や中世の帝督たちの力を超えたものだった。貿易に使う船は追い風を受ければ、速度6ノット程度が期待できた。これは、クック船の航海における、平均速度の倍である。しかし、戦闘用艦隊は、 長期の航海において上院に必要な十分な水や食料を積載することができなかった。ガレー船を使っている限り、つまり18世紀半ばまでは、軍船はできる限り港に経留され、小ぎ手のためのテントを甲板の上に張っておくのが常であった。艦隊は補給を受けるために海岸に沿って航海する必要があった。小ぎ手に対しては、 主体的な戦闘能力が期待されることもあった。海岸に食料を蓄えたり、乗員が休息を取る基地を確保する必要があったため、大掛かりな作戦行動の場合、準備に時間がかかった。また、敵を待ち構えたり港を監視する場合は、近くの海岸に拠点を確保し、軍船を引き上げて待機した。そのような拠点を確保することにより、白草のコリント同盟は、 アテネ艦隊を捕らえることが来た。古代ローマはリリバウムの監視で同じことをやったが、ロードス島のハンニバルはローマ艦隊が出撃する前に海上封鎖を脱出した。ノルウェー人は船を海岸に引き上げ、柵で囲った上で内陸に進軍した。ホメロスの時代のギリシャも同様で、他にやり様がなかったと言える。1285年のルジェロディ、ラウディアは、 フランス軍が見え通り過ぎるまで、ホルミガスの海岸に、ガレー船を止めて待った。1350年、イングランド王エドワード3世は、スペイン艦隊が、視界に入るで、ウィンチェルシーに止まっており、レパントの海戦での新生同盟軍は、最後の瞬間までドラゴネラ近くに怒りを下ろしていた。冒頭で述べたように、海戦の戦いは接近戦であり、船をぶつけ、刀で切り合い、 石弓や弓で矢を交わし、鉄や鉛の塊を投げ合い、火矢を投げ合うものだった。このために艦隊の陣形や戦術は戦闘に参加するものすべてに同じように影響を与えた。戦闘体系は単王陣、つまり船がすべて戦手を敵に向けて横に並び、全勢力が同時に戦闘にかかるものだった。戦手をぶつけるのと同様に敵戦に乗り込むのも戦手からだった。 もし船が潜伏をくっつけ合っていた場合は、オールにより飛び移ることを妨害されることになる。船をぶつけるか、乗り移るかの判断は、小切手の技量に依存する部分がある。初期ペロポネソス戦争時には、連度が高かったアテネ人は、主に昇格戦術を用いた。彼らは敵の戦列に突進し、敵船の片方の潜伏にあるオールをそぎ落とした。このやり方がうまくいくと、 小船の小砂を切って、マストを倒したのと同じような効果を生んだ。その結果攻撃した船は旋回して、動きの落ちた敵船の船尾に、昇格で攻撃することができる。しかし昇格による攻撃は、その船が剣道に作られていなければ大変危険であり、衝撃で昇格が壊れることもあった。アテネ人は、この危険性を承知しており、その三大海戦の戦士を強化して、 より剣道なアケメネス町の船に立ち向かったが、その代わり船の動きは鈍くなった。実際に昇格による攻撃が成功するかは、技術と幸運の組み合わせであり、多くの古代の海戦では昇格による攻撃は補助的な役割だった。ローマ人はカルタ語の昇格戦術に対抗するために、コルウス、コルブスを発明した。これは、 敵船の昇格に引っ掛ける鍵針をつけたはしごであり、敵船に乗り移る道を作った。しかしこの武器はあまり実戦に用いられていない。なぜならば公開中はコルウスが邪魔になり、海が荒れた場合は常に艦隊を自殺業に追いやったからである。14世紀に火砲が導入されると、火砲は主にガレー船の選手に据え付けられたため、選手が敵に接する前に火砲を発射することは悪い。 やり方だと考えられた。選手の衝突より前に発射すると、早すぎる発砲となる危険性があり、当時の下方は、再装点に時間がかかったからである。時間好みのやり方は、最後の瞬間に発砲して、乗り移るための進路を開くことであった。中世には、乗り移りに対する防御策として、弱い船を両船とつなぎ合わせ、オールトマストを用いて、 障壁を作ることが行われた。しかし、1000年のスールダーの海戦でのノルウェー王、オーラブトリグバソンや、1340年のスロイスの海戦でのフランス軍が、この防御法を採用したが、側面からの攻撃に弱いという欠点を、さらけ出してしまった。昇格による衝撃に対応するために、中世の船は、ヒゲズラすなわち、鉄体で船首の周りを強固に補強した。 古代に広く知られた海戦の戦術は東ローマ帝国からイタリアの海運都市国家へさらに西洋に広められた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。